この番組は視聴者のためにパチスロライター木村魚拓が私利私欲をして大当たりと女の子のすっぽんぽん、そうスロとエロの融合を目指し奮闘する前代未聞の番組である。魚拓と成瀬の月とすっぽんぽん、もういいじゃん、グイッチョペロッと、すごいよ。パチスロで勝てないパチスロライター木村魚拓と最強素人なるせココミ、エンドガチスポ3連覇中のルール。今回の対戦機種はタイガーマスク3 98.8% という驚異の継続率で図柄が揃い続けるタイガーラッシュに入れられるかがポイントだ。ルールはいつも通りシンプルに最終出玉数で多い方が勝利となる。そして魚拓が勝てば星アンズちゃんがすっぽんぽんとなり生着替えを披露、ご期待あれ。スロット大好き星アンズちゃんを迎えてまずはこのコーナーから。それでは前回のおさらい。といっても当たらないはチャンスもほどほどだわ、全く見せ場がなかった2人。あれ隣で首ひねってたおばさんはうんうんってうなずきながら席を立ちましたリーチラインが増えればチャンス。ナルセも大苦戦、このままでは2人とも当たりなしという最悪の展開もありえる状況。今今日のところ一番のチャンスが来たんですけど、そんなことある。アンズちゃんのスロットを見学し流れが変わったか、魚拓についにチャンス到来。さあこれ震えたぞ震えたぞ、ボタンが増えたぞ。これは来るだろう、さすがに来るだろう。さあ2人来た。さあまた震えてる、また震えてる。これ右キャラは青、まあ黄色は来る、あ緑になった、緑になった。もう一丁もう一丁。ああ来た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 。おお、なんだ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 。ラブって言ったぞ今。さあ上の人にラブって言った。さあこれ赤だ。これはちょっと期待できんじゃねえか、ちょっと。落ちは来るわな。さあ同じリーチでも内容によって全然変わってくる。まあまあこれが落ちれば、よし来た、よしハイパー来た。よしこれはあるぞ、これはあるぞ。さあウルトラタイガードロップ、そら負けられないよ。また全然外れっすね、全然外れっすね。どうする、こっちにしようかな。ナルセは隣の台に移動、すると